高砂ぶろは、菊花高砂ぶろ族の一年草。水田雑草として多く見られ、その他湿気の多い土地に生える。花が円盤状で周囲を絶上花が縁通り、果実には綿毛がなく、五番の目状に平面に並ぶ様子など、小さいひまわりを思わせる形態をしている。高砂ぶろという和名の語源については、諸説あるが、不明。別名は元高砂ぶろ高さは、 数十センチメートル。茎は、やや柔らかく、節ごとに葉を耐性する。折ると、傷口が、すぐ黒くなり、筆のように描くことができる。葉は楕円型で、時に、ごく荒い巨子があり、柔らかいがやや厚みがある。荒い毛があって表面はザラつく。頭花は夏に咲き、計1センチメートルほどで、その割に高さがない円盤状。外周の絶妙花は白く。 内側の筒状花は黄緑色。果実は3から4両型で、両側に翼がある。日本の本州以南、朝鮮半島、中国、東南アジア、南アジアに広く分布する。日本のものは自然気化植物とも言われる。ヒデリレングサの名で漢方に用いられる。また、インドのアーユルベーダでも用いられる。タカサブロウ族は、菊カの族の一つ。 ありがとうございます。